ですね、欠けているのは心と心のつながり、人間と人間のくらい、これが大変欠けていると思うんですよ。でもこの震災をきっかけに、ここからですね、人と人との触れ合い、これが広がっていって、ゆくゆくは外に広がっていけばですね、いいなと思っているので、ぜひ皆さん、来られる方はお越しください。お待ちしてます。お祈りと支援を心からありがとうございます。また、ここは実際、震源地になるんですけども、この場所で、1200人の方がまだ被災をされて避難しておられます。熊本の皆さん、九州の皆さんに心から、お見舞い申し上げます。今後もこのタツハートジャパンでの働きを継続してご支援くださるよう心からお願いいたします。祈ってます。我が家に